40万から60万都市の勝ち抜け対戦その11、金沢市、福山市、姫路市、宇都宮市。人口40万人から政令指定前の60万人の上位中核市やそれに準ずる都市たちによる勝ち抜き大会の第11戦目、5回連続勝ち抜きの広島県福山市と4回連続勝ち抜きの石川県金沢市に加え、今回からは栃木県宇都宮市と兵庫県姫路市が参戦。上位2都市となれば次の対戦へ勝ち抜けとなります。いつもの論より証拠の10戦連続試合でシールを消していきます。1試合目、建築物数は姫路市が宇都宮市に勝っています。製造品出荷額は姫路市が福山市に勝利です。15歳未満人口比は姫路市が 14% を超えています。経常収支率は 85.2% の福山の勝利。製造業原材料使用額は姫路市、姫路市が準完全試合の圧勝、2位は福山。2試合目、昼間人口比は金沢が強い。製造業原材料使用額は姫路市が勝っています。昼間人口密度は宇都宮市が強い。ゴミの少なさは福山市、1万人当たりの薬剤師数は金沢市が強い。日数は金沢が多いです。金沢が快勝、2位は宇都宮。3試合目、ゴミのリサイクル率は福山市が圧倒的です。 42.9%。 15歳未満人口は姫路市が多い。昼間人口比は金沢市が 107% 以上で強い。小売業事業員数は宇都宮市が勝利しています。卸売業年間商品販売額は金沢が2兆円を超えています。医療福祉売上は宇都宮がダブルスコアで勝利。宇都宮市が快勝、2位には姫路市。第3試合終了時点の順位です。1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。序盤から1位の奪い合いの大激戦、果たしてこの先どうなるのでしょうか。4試合目、農業講師は宇都宮市がダブルスコア以上、総面積は姫路市が広い。製造業事業所数は福山市が姫路より多いです。経常収支率は福山市、家庭対象所得は宇都宮市が高い。一般病院数は金沢と福山が並んでいます。福山市が勝利、2位には姫路市。第4試合終了時点の順位、4試合終わったところで各都市1位を1回ずつ取り合うという凄まじい大激戦となっています。5試合目、卸売業年間商品販売額は金沢市が勝っています。製造業荒付加価値額は姫路市が福山、宇都宮に新勝。地方税は姫路市が宇都宮より多い。製造業原材料使用額は姫路市が強い。動産業物品売上は金沢市が圧倒的です。姫路市が快勝、2位には金沢市。第5試合終了時点の順位、製造業対決が多いこともあり、姫路が抜け出した感があります。しかし、2位以下は団子の展開です。6試合目。小売業売場面積は宇都宮が広い。1万人当たりの歯科医師数は宇都宮が多い。実質交際比率は福山市。製造業事業所数も福山市が強い。小売業年間商品販売額は人口差を無視した宇都宮の勝利です。情報通信業売上は金沢市が強い。宇都宮市が勝利、2位には姫路市です。第6試合終了時点の順位、姫路に続いて宇都宮が2回目の1位。金沢と福山はこれ以上離されたくないところですが、どうなるでしょうか。7試合目、一般病院数は金沢市と福山市が並んでいます。農業産出額は宇都宮市がダブルスコア以上です。卸売業事業所数は金沢市が強いです。果樹地入間人口密度も金沢市が強い。農林漁業売上は姫路市です。小売業売り場面積は宇都宮市。金沢が勝利、2位は宇都宮です。第7試合終了時点の順位、金沢も2回目の1位獲得で姫路、宇都宮、金沢の争いに。福山はさすがにこの中核市最強レベルの戦いでは厳しいかもしれません。8試合目、建築工事費は姫路市が勝っています。卸売業年間商品販売額は金沢市が宇都宮に勝っています。百貨店総合スーパー数は宇都宮と姫路が並んでいます。運輸郵便業売上は福山市が勝利。建築工事費は姫路市。
飛びの少なさは福山氏が少ないです。金沢氏が姫路氏に正解し、第8試合終了時点の順位、3回目1位の一番乗り金沢が2位浮上です。残り2試合でマーズ多い3都市の運命がどうなるかは分かりません。9試合目、農業産出額は宇都宮市がダブルスコアです。建築床面積は姫路市が広い。大型小売店数は姫路市が勝利です。15歳未満人口は姫路市が多い。果樹地面積は宇都宮の勝ちです。小売業年間商品販売額は宇都宮の圧勝です。宇都宮市が勝利、2位は姫路市。第9試合終了時点の順位、残り1戦にして姫路が2位以内を確定させています。宇都宮と金沢が残り1つの勝ち抜きを争う展開です。最終戦、総面積は姫路市、建築物の数は姫路市、卸売業年間商品販売額は金沢市、果樹地人口密度は金沢市、小売店数は姫路市が勝ち、卸売業事業所数は金沢市の勝ちです。金沢と姫路が並んで1位。全10試合終了の結果が出ました。姫路市が勝ち点21、宇都宮市が勝ち点17、金沢市が勝ち点17、福山市が勝ち点7。まさに大激戦。1位は姫路市、1位3回、2位5回の安定感で優勝です。ギリギリの2位争いはポイント差2で宇都宮市、4位が1回のみだったのが効いたでしょうか。3位の金沢は最多の4回1位を取りながらも4位が2回が引いてしまったのか。福山市は苦戦するも1位1回、2位1回など上位陣の運命を変える戦いはできたと思います。姫路市と宇都宮市は次のステージへ進出となります。連勝に次ぐ連勝をしていた金沢と福山は残念ですがここで敗退となります。次は東京都八王子市と鹿児島県鹿児島市が登場です。チャンネル登録をしていただけるとスムーズに次の戦いが見れると思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いします。